レオニード・ニコラエビチ・ゴビアートとは、ロシア軍の中将で発明家である。タガンログ氏の裕福な家庭に生まれた。父親は、ロシア帝国議会の議員だった。1893年に、モスクワの士官学校に入学して、優秀な成績で1896年に、卒業すると彼は、ロシア軍大学へ進み1902年に卒業した。1902年5月に、 ガンログ市に戻るととデミドフ大佐と協力しして3インチ即射砲を発明した1904年に日露戦争が始まると弟のニコライと共に参加。ゴベアート迫撃砲を作成して日本軍の今沢義尾中佐が発明した迫撃砲と壮絶な残豪戦での打ち合いを戦った。この時に日本では敵に迫って撃つ砲という意味で迫撃砲という名称が 発明されたのに対して、ロシア軍では爆弾を投げるものという意味で、という名称ができた。欧米からの外来語由来で、という単語ができるとという、名称は旧式のスピガットモーターを指すようになった。1905年1月2日に降伏して、捕虜となった。帰国後の1906年に、最初の迫撃砲に関する論文を発表した。その後は、法兵大学で教弁を取り、 軍事学に関する著書を出版したり、火砲の開発を行い何種類かの迫撃砲発明していた。また、第一次世界大戦でロシア軍が使用した RU-9 や r u j の開発にも関わっていた。第一次世界大戦が始まると、砲兵旅団の指揮官として、プシセムイシル要塞でドイツ軍と戦い、1915年5月21日に、 戦死した。死後、中将の位を与えられ、リャザンに埋葬された。彼の発明した、ゴビアート迫撃砲はいわゆるスピガットモーターの思祖で、あると言われており、フランスやイギリスが第一次世界大戦で使用した、ものは、彼の著作と発明品を元にしていると言われている。ありがとうございます。